大阪府道、京都府道43号と夜中亀岡線は、大阪府豊中市から、京都府亀岡市に至る、主要地報道に指定された府道である。阪急電鉄見の駅付近より、重複路線大阪府道4号茨城、野瀬線沿道のカツオ寺にかけては、秋のもみじ狩りシーズンに大混雑をきたす。このため、秋の週末には、茨城から、 美能方面への一方通行規制が行われている。美能公園内は急カーブが多く、地元ではドライブウェイとしても知られるが、道幅はあまり広くない上に日本猿が出没することがあり、それを見物する自動車が急カーブの先に停車していることも多く、交通事故も多発している。また、茨城市の清坂集落より清坂峠までは1、車線となり、 対面通行も困難な状況である。大型貨物自動車や自動二輪車は一部区間で通行禁止になっている。起点の豊中市区間は南北に並行する2本の道路が指定されており、見直しとの市境付近の陸上自衛隊豊中、分屯地前で一本に合流している。本路線は現行の道路法に基づく一般不動として1959年に 大阪府が亀岡美濃線及び豊中美濃線として京都府が亀岡美濃線としてそれぞれ認定した路線を前進としている。同法同法第56条の規定に基づき、1964年の第二次主要地方道指定時に主要地方道として指定され、現在の豊中亀岡線として認定された。 路線番号が43となったのは1994年からである。ありがとうございます。